塚口駅から稲の方面の様子。半径60メートルのカーブは、半球の鉄道路線では最も急である。伊丹線は、兵庫県天ヶ崎市の塚口駅から、兵庫県伊丹市の伊丹駅までを結ぶ半球電鉄の鉄道路線。福知山線と並行しているが、こちらの方が、伊丹市の中心地に近い。JR 宝塚線は、天ヶ崎市。 伊丹市内では工業地帯の中を走るが、阪急伊丹線の塚口駅から新伊丹駅までの周辺は住宅地で落ち着きのある場所に立地する。塚口駅構内にある時速 15km 制限のカーブと伊丹駅南方にある緩いカーブ以外はほぼ全線が直線となっており、伊丹駅付近の未降下構造である。終点の伊丹駅では駅ビルの3階に発着し、 周辺は、高層マンション、ビルなどに囲まれている。なお戦前は、神戸線に対する視線ということで、痛み視線の表記も見られた。塚口駅痛み駅間の、線内折り返し運転のみで、神戸本線との直通運転はない。昼間は10分間隔、平日朝ラッシュ時は5から7分間隔、平日夕ラッシュ時は7から8分間隔。 と休日夜間は12分間隔で運行される。全列車が4両編成で運行され、車両は西宮車庫所属の6000系、7000系が使用される。日中は2編成、ラッシュ時は3編成が運用される。塚口駅構内で当線から神戸本線上り大阪梅田方に線路がつながっており、西宮車庫へ車両を引き上げる際には、 一旦、神戸本線に入りスイッチバックをして、道駅構内の渡り線を使用して、西宮車庫へ向かう。なお、道駅東側の兵庫県道13号天ヶ崎、池田線との立体交差工事中は、神戸本線上の渡り線が撤去されたため、同線から西宮車庫へ車両を引き上げる際は、その田駅まで行き折り返していたが、 渡り線復活後の2006年10月28日のダイヤ改正時に塚口駅渡り線による折り返しが再開された。1998年4月14日、同線を走行中の5200軽車両が、痛みから新痛みを走行中に、床下から出火し、走行不能となったため、同じく同線で運用中の3 1 0 0軽車両が、 牽引して8両編成の状態で西宮車庫へ向かうトラブルがあった。その際、代替車両として造血車の7000系2両編成2本を組み合わせた4両編成が運用についた。阪急電鉄の前身である阪神急行電鉄が1920年に神戸本線と同時に開業させた。もともと神戸本線は痛み及び東高寺付近を通る 現在の山陽新幹線に近いルートでの付設を予定していたが、小林13の移行により阪神間を短距離で結べる塚口駅、西宮北口駅経由へ変更となったため、伊丹への連絡を図るための代替線として付設されたものである。開業時は、単線で、後の1924年に開業した、紅葉線とともに表券閉塞を行っていたが、 戦時中の1943年に輸送力増強のため伏線化された。戦時中に資材供給のために単線化された嵐山線とは対照的である。1923年、阪神系列の宝塚天ヶ崎電気鉄道が甘ヶ崎に潮島宝塚間の鉄道免許を取得した。当初のルートは阪急板見線から離れた向川沿いであったが、 後に、伊丹市街地を通るルートに変更を申請した。これは、伊丹線に、かなり近いルートであり、阪急ではこれへの牽制として、伊丹線を延伸する形となる塚口天ヶ崎間3 8トルと、伊丹宝塚間7 2トルの軌道特許を、翌1924年5月19日に取得した。しかし、 二から電鉄の路線は着工はされたものの途中で中止され道路に転用されたとして運行中。阪急の伊丹千円新線は着工されることはなかった。軌道特許は廃止されることもなく存続されていたが2005年2月23日に阪急が工事施行認可申請を取り下げ軌道特許が失効した。これ以外に 乗せ電鉄明剣線の延伸計画で乗り入れ構想もあったが用地買収が困難なため断念している。阪急電鉄が鉄道付設を計画していた宝塚有馬間の路線免許を取得した宝塚有馬自動車は、戦術の阪急伊丹線や宝塚天ヶ崎電機、鉄道など、伊丹を中心とした鉄道の新線計画に対応するため、 1928年6月、阪急宝塚から、バージャや、阪急伊丹を経て、伊丹上松間の路線免許を得たほか、1929年5月には、伊丹川西五福教館の営業を開始するなどして、阪急電鉄や野瀬電鉄の計画線の、大行輸送機関としての役割を果たしつつ、阪急沿線の路線拡張を図っていった。阪急痛み、 阪急宝塚間の計画線の代行輸送機関の役割を担う同社大鹿線はその後阪急バスの伊丹宝塚線として運行されたが1971年1月に廃止された廃止代替路線として空港宝塚線が開設された全駅兵庫県内に所在駅番号は2013年12月21日より導入 ありがとうございます。